はい。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。まもりです。はい、スカイリム実況パート18ですかね。やっていきます。はい、このリーダーと今戦っているところです。俺がクズならお前はケチクズだ。はい、残念。そんなへたわって往復前進しようとしている遅さじゃ交代はできないわな。クズめって言っといて、そのクズにやられるとは、これはまたお決まりのパターンですね。クズだって精一杯頑張りゃエリートを超えることがあっかもよっていう感じですかね。ほらエリートを超えたぞ。松明ないんですかね。ちょっと待ってください。今セーブ中大好きなので、あ、ありました。これ松明って無限なんですかね。わかりませんが、アカビの石、トレイク、ダイバーセプテム、化粧台。化粧台なのに何も化粧道具が入っていないという。まあ、こんな盗賊ごときは化粧なんてするわけないですよね。すると言えば、フェイスペイントぐらいですかね。こんな風呂もまともに入っていない連中、コンビ太郎でも作れますよ、これ。コンビ太郎っていうのはあれですね、赤ですね。赤をこねて作った、その、なんていうか、人形。まあ、昔話に出てくるような、そのあれですね。わかる人はわかると思いますが。まあ、超マニアックですね。ほら、やっぱり上がった。これは何て読むんですかね。ゆい術？秘術？いや違う。弓術とは絶対言わないですよね。私はちょっと漢字がね、苦手なんで。まったま悪いですからね。まあでも一般教養ぐらいはまあわかるつもりでいるんですが、木炭ってちょっと少々出てきますよね。いっぱいどんな意味があるんですか。木炭なんか錬金術のところで使うのかな、それともなんか燃やすために必要とか、鉛筆の芯でも作るのかな。あれは炭素でできてますからね。炭でもできるんじゃないでしょうか。炭も炭素ですから。まあ同じっちゃ同じなんですけど。さ、ベースキャンプへ戻ることにしましょう。我がベースキャンプ、ホワイトラン。
輸送日やより多くのダメージを吸収するが、軽装、軽装より軽装界、いや違いますね。よりも重量が重い。よくわかりません。二刀流で戦えば、接近攻撃のダメージは2倍になる可能性があるが、防御はできなくなる。ここなんですよ。その、二刀流ですと、あれなんですよね。まあ、確かに、かなり、まあ、攻撃力が強くなるんですよね。これドラゴンか?強くなるんですけど、あれなんですよ。その、フィニッシュをされてしまうんですね。フィニッシュって、ほら、肩、剣ぶっ刺したり、まあ、首切ったり、そんな感じですかね。まあ、それをされてしまうので、まあ、私は、片手剣でいきます。片手剣って言うと、モンスターハンターみたいですが。ああ、ちなみに、モンスターハンターは、今は、あれですね。レベル5、村クエクリアしたところです。ファルカ。モールに言わせると、俺にはイスグラモルの力がある。兄弟には、イスグラモルの知性がある。なるほど。まああんたには知性はありませんよな。賢く思われないこともある。そんな時は拳をお見舞いしてやるが、だがあんたは気に入った。こんな愚痴ばっかり言ってますがあんたはバカにしてるんですよ。でも私を信じるというあなたは大好きです、まあ、こういうね、その頭が良くて、そのずる賢くて騙そうとする人よりは、こういう人の方が安心しますし、私は大好きですね。問題は解決した。依頼人は満足したと聞いている。自らと同胞団のためよくやってくれたショートを探しているんだ。ちょっと前にスコールが探してた。スコールさんが、彼は何をしてほしいんだ。さあね、何かする前に話がしたいと言っていた。彼を怒らせたくはないが、やる気があるなら仕事がないこともない。スコールさんとね、こうパンを食べてますね。今はビグナーと同じくらいで我々の歴史を知っている。質問、あんたはなぜパンを食べているのっていう質問しかありませんね。それパン何もつけてないのっていう感じですね。バターもいいですけど、私はジャム、そしてマーグル。まあ私はあれホットドッグの方が好きですけどね。ソーセージをちょっと挟んでマスタードをかけて、ちょっとピリ辛な感じで。何ですか、あんたに。ファルカスさん、ストーカーやめてください。イスグラモル、イスグラモルって、そんなイスグラモルが大事なのか。で、あの女の人、あれですよね。なんかあれ、フェイスペイントしてましたが、目からなんか涙と口から血出してみたいな感じですね。見つけたぞ。いや、俺を探していったのか?ああ、どうやらお前の手番だ。何ですか、それ。白眼でも使ってんですか?片目半額って感じですね。どういう意味だ?先週、学者と名乗る輩がやってきた。なんとウースラとも別のかけらがある場所を知っているという。バカな奴にしか見えなかったが、もしそいつの言っていることが正しければ、同胞団の栄誉にかけて見つけ出さなきゃならない。それを回収するのは光栄だ。尊敬とただのご祭りには明確な違いがあるが、しかしその根性は気に、これをお前の試練とすることにした。ごまそりと気づかれましたか。そうすれば、同胞団の一員として認めてやる。
今回はファルカスがお前の盾の同志とか、彼ならどんな疑問にも答えてくれるだろう。希望させるなよ。出なきゃ奴は死ぬ。スコールさんは好きですよ、じゃなくてファルカスさんでした。お、寝るな寝るな。ああ寝ちゃいました。寝ちゃいますとね、完全に行動が終わるまで話しかけられないっていう。準備ができてるといいんだが。はい、できてますよ。あなたが盾の兄弟となるのか。そう聞かされてる。お手並み拝見と行こう。スコールはなぜこれをシレンと呼ぶんだ。あんたが高潔な人物なのか確かめさせてもらう。高潔で強いと証明できれば同志と呼ばせてもらおう。ファルカス同志、私はもう呼びましたよ。私の勝ちですね。なんてくだらないこと言ってますけど、はい、ラストマンの背中で会おう。遅れるな、盾の兄弟。ファルカス、俺の命は君に預けた。君は腕っぷしなら誰にも負けないはずだ。ちょっとミッションを確認しますね。はい、栄誉の証明。同胞団に正式入団するため最後に試練は与えられた。イズグラムロの武器であったウースラドの破片を、ダストマンの石塚から、取り戻させファルカスに勇気を 見定めさせるつもりだということで、いきます。これは多分ロードが長いパターンですね。まぁ、ちょっとここで話をしましょう。まぁ、ファルカス君ですが、まぁ、ある、まぁ、あれなんですよ。ある秘密があるんですね。まぁ、これからわかるんですけど、私はもう同胞団のミッションやっているのでわかるんですが、まぁ、実際に言うと、あれですね。あれ、私は人間になりたいって感じですかね。まあ、これをまあ言えばわかると思いますが。妖怪人間って感じですかね。まあ、あれなんですよ。月を見ると、超えたくなる。まあ、そんな感じですかね。まあ、ハリーポッターでも出てきました。まあ、超強い人ですね。まあ、こっからあれですね。ちょっと長いんで、ストップして、次のところへ行きましょう。はい、それではまた、ハード19で会いましょう。